プロ野球の戦力外通告期間が始まり、各球団からの発表が始まっています。巨人では中島選手が戦力構想外だと報道されました。松田選手のように引退の発表はなかったことから、他球団での現役続行を希望しているものと思われます。古巣の西武に復帰するという噂も出ていますが、今後の動きに注目です。中島選手は2019年に巨人に入団し、移籍1年目は43試合の出場で打率1割台、ホームランも1本と大不振に陥り、その年のオフには1億3000万円ダウンとなる年俸2000万円まで下がりました。しかし2020年は開幕スタメンを勝ち取ると、準レギュラーとしてシーズンを通して活躍し、100試合の出場で打率2割9分7厘、ホームラン7本という成績を残しました。2021年以降も中田選手の加入もあり、代打起用が増えましたが、勝負強い打撃でチームに貢献し、第三次原政権では中心選手の一人でした。5シーズンにわたって在籍してくれた選手なので、球団には最後しっかりと見送ってもらいたいです。各球団の戦力外の選手を見ていくと、去年の現役ドラフトで加入したばかりの選手も含まれています。ロッテからヤクルトの成田選手、中日から横浜の笠原選手です。阪神の大竹選手や中日の細川選手のように新天地で大活躍する選手がいる一方、1年で戦力外となってしまう選手も出てきた現役ドラフト1期生の明暗ははっきりと分かれました。巨人に関係のある選手だと、横浜の宮國選手、田中俊太選手が戦力外、広島の市岡選手は現役引退を発表しています。ロッテに移籍したポランコ選手がパリーグのホームラン王争いトップに立っています。残り数試合ながら1ゲーム差の中に3チームがひしめく混戦になっているパリーグの CS 争いの中で、ポランコ選手がロッテの中心として奮闘しています。主要打撃部門でチーム4冠になるなど、成績自体は巨人在籍時とさほど変わっていませんが、活躍しています。このままホームラン王を取ってもらいたいです。シーズン途中にトレード移籍した石川選手も大活躍しています。ここまで41試合の出場で104打数37安打、打率3割5分6厘、 OPS847 と素晴らしい成績を残しています。どちらも守備に難のある選手で、巨人にいても同じような活躍をできていたかは分かりませんが、両選手にとっては移籍したことはすごく良いことだと思いますし、巨人ファンにとっても嬉しいことだと思います。メルセデス選手は22試合の登板で防御率 3.33、 クオリティスタート率 45% と、ある意味メルセデス選手らしい巨人時代と変わりないような成績となっています。沢村選手は33試合の登板で防御率 5.06、 32イニングで18個のフォアボールと、こちらもらしい成績となっています。今シーズンも残り2試合となりました。今日から浅野選手が1軍に合流し、1番センターでスタメン起用されています。ウォーカー選手が6番、秋広選手が7番で両翼に入っています。先発投手は巨人が赤星選手、中日は小笠原選手となっていて、中日の福田、堂上、大野翔太、谷本の4選手の引退試合ともなります。1回表、門脇選手のヒットと岡本選手のフォアボールでチャンスを作ると、大城選手が2点タイムリーツーベースを放ち、巨人は5試合ぶりに2点以上を取ります。赤星選手は今日も好投を続け、4回まで2安打無失点、7つの三振を奪う素晴らしいピッチングを見せます。5回表、先頭の浅野選手が三塁線を破るツーベースヒットを放ちチャンスを作りますが、得点にはつながりません。赤星選手は5回も無失点で抑え、去年に並ぶ5勝目の権利を得ます。打線は初回以降得点できず、今日も貧打となります。赤星選手は6回と7回もテンポよく抑え、7イニングを4安打無失点、8つの三振を奪う好投を続けます。8回表、大城選手と丸選手の連打でチャンスを作り、吉川選手のタイムリー内野安打で1点を追加します。
8回裏、赤星選手はノーアウト満塁のピンチを背負いますが、岡林選手を併殺に打ち取り、最小限の1失点でしのぎます。最終回は菊池選手が登板し、プロ初セーブで締めました。巨人は明日の最終戦、シーズン勝ち越しをかけた一戦となりました。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。